は岩崎雅之です。はい、こんにちは。犬滝福島です。うん、すごい名前。はい、今日はね、また教則動画販売決定いたしました。また何本目でしたっけ。35本目。すごい、すごい、すべて語ろうとしてるじゃないですか。もう35本目全部言おうとしてますから、ね、あ、もう全部知ってること、もう全部言う全部言う、うん、全部言う全部言うっていうボリューム35を今回出すボリューム35はすごいニッチになりそうだ。爪の切り方充実の前に充実が強くなる爪の切り方確かに切りすぎるとなんか肉と爪分かれて痛くなったりしますよ。あ、します。いや、どの人差し指はどうでとかある。あ、すげえ握り方が変わる。でも握り方どころじゃないよ、もう緊張としないから。メンタル面あの改善される。あ、爪、まあ、先端が重要っすもん。そういくらっすか、それ。え、いくらで。いや、まあちょっとまだ決めかねてる。35,000。はぁ、高いやん。じゃあ、いい次に買います、はい、確かに、そっちの方がいいよ。 パート20まであるから、指の数だけ。で、まあ今回、まあ、近日中に出るのは、はい、ボリューム3です。ああ、そのうちの、うん、そのうちの。もう35まで取ってはいる。35は多分ね、発売さ20年後とかな、うん、放送はねってあるんですね。うん、そう。でも3が先に出る。3が、ね、やった。3の内容は、はい、鉄壁のインサイドガード。おーインサイドガード。インサイドガード、まあ、ガードの中ってことね。あ、うん、トップってことですか。うん、そう。あ、トップ。今まではアンガード、ディーパーガードをやってきたね。そうですね。で、今回はトップ。トップ、うん、そう、上からの攻め、攻め方って上からのゲームの話だね。ああ、そうそうそう。で、まあ、名前で分かるように鉄壁だから、まあ、ディフェンスとかトップキープとか、うん、そのガードブレイクとかに重きを置いている。もちろん、パスガードも説明はしている、うんうん、あんまりないっすよね。あんまりない。大体教則って、何々パスへのアタックみたいな。そうそうそう、アイアンガーベのアタックか。そう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 、そうだね。だけどさ、パスってさ、そもそもさ、ベースがあって初めて成立するんでしょ。はい、そうですね。だからそこのベースっていう概念を少し、はい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 、掘り下げようかなっていう感じ。へえ、うん、細かかったですね。そう、もう入りゴマぐらい細かかった。入りゴマ以上に細かかった。あ、すりゴマになってた。あ、すりゴマになってたっすね。練りゴマだよ、練りゴマ。うん、それぐらい細かく説明しています、うん、でも、そんな難しいこと言ってなかったよね。そう、難しいこと言ってないんですけど、うん、普通の教則と違って動かないんですよ。動かない。そう、なんか、いや、動かないって中身がこう、薄いとかじゃなくて、あ、もう、ずっと静止画みたいな写真なんかコラギノールの仕事じゃない。あったの、写真の切り替わりは。でも、動かないですよね。そう、あの、なんかね、こうベース取ったところのグリップの位置の説明とか、あ、こう持っちゃダメとか、これだけみたいな話してるんで、そうそう、こっちはこうやって持つみたいな、そういう話。なるほど。なぜならこうだからっていう説明があるから、あ、それは割と使えるから、すぐ使えるかもね。ちゃんと理解した、うん、そうですね。結局、何々パスより大事だと思うんですね。確かに、そういうアジャストが一番難しいけど、うん、あんまりそこフォーカスしないですよね。そうだね。だから自分がミスらなければ何もされないし、うん、相手ミスってくれればつけ込むだけだから、うん、それが一番安全なんじゃないかな。なるほど、うん、だからそういったのをこう取りまとめた、はい、で特に、クローズガードの中、あ、うん、の戦略の話とか、あと損去ベース、はいはい、そのガード終わった後にどういう風に戦っていくか、うんうん、っていうのが主に入って、うん、だ結構まあ、俺の今まで使ってきたスタイル の、うん、そのなんていうか根本になる、確かに、うん、もの。岩崎さんって確か試合見てもらったら分かってますけど、上になったらなんか相手が動けってやってるのに動かないんです。まあ岩だから、岩みたいな存在しているだけの状態結構見ますよ、うんうんうん、あれって割とね、そのなんていうか、ここで止めるっていうのがちゃんとあるんだよ。あ、うん、だから大体さ、主導権でさ、ガードの方が持ちやすいじゃん、うん、はいはい、あ、そうですね、ガードの方が持つじゃんか、はい、それってなんでそのトップとボトムでボトムの方がその主導権を握りやすいのかっていうと、うん、やれる
こうはい組み合いましたって時にやれるバリエーションがその選択肢が多いんだよ、うんはいはいはい、でもなんでそうなのかって言ったらガードって構えじゃんって言ったら、はいはい、でもトップって構えなんだけどちゃんとみんな構えとして捉えてるかなって感じ。ああ、なるほど。そもそもベースとは何かっていうのをあんまり説明できる人そんなにいないですよ。うん、そうだね。で、例えばもうすごい分かりやすい話で言うと、柔道の話で言うと、柔道の組手争いってあるじゃん、はいはい、あれがお互いに超高度に上手くなったらどうなるか、はいはい、どうなるどう組手争いがめっちゃ上手いやつなら柔道やったらどうなると2人が全く技が解けません。ああひたすら組手争いして指導が累積してゴールデンスコアになって、ああ、うん、なんか指導が最後の指導が入った方がたまたま切り方が派手すぎたとかで、うん、負けた。だから今のさ柔道ってそうじゃん、うん、そうなっちゃいます。そうなの、本当にレベル上がる。そう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 。でそれってなんでそれが生まれるのって言ったら立ち合ってお互いが五分だから。ああ、そうか、うん、そうか、一緒なのか。そうで、ボタボタトップで本当は組手の量って実は一緒ぐらいじゃないとダメなのに、はいはい、パスガードトップでパスガードっていうものを優先するがゆえに、うん、技を打ちすぎてそこがおろそかになって下に上回られるところがすげえ多いんだよ、うん、組手ちゃんと作んないで、はい、背負い投げとか大外とかいってる。そう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 、ベースの概念がないっていうことはそういうことなの、うん、はい、うん、で それがこうしないとこういうふうになるっていうことを説明したから、うん、めっちゃいいじゃん、うん、見たい、うん、それ説明してる教則とかない？まあ特に日本語ではないよな、うんうん、まあその英語とかブラジルのあれジョン・ダナハとかが多分近いことやってるのかな。ああそうなんですか。うん、そう、うん、だけどまあそれを日本語にちゃんと解釈して自分のスタイルだけど、うんうん、それを説明したものだから割とその誰でも分かる、うん、てかちょっと概念変わるかもね、柔術、うん、始めたばっかの人も結構見るといい内容だと思うんですけど、いやだって誰でもできるもん。そうっすね、だってここ持っちゃダメ、ここ持っていいよ、なんてなったらこうだからっていう、それを一生説明してるだけじゃん、うん、なんか難しいこうなんかこうしてこうして足はここでとかじゃないっすね、うんうん、で、まあ、そのチャプター、多分30ぐらいからなるともう側転パスとか、ああそう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 、最終的に側転パスとか、まあ、35で詰めっすもんね。そうそうそう、まあ入ってないじゃん。うん、まあそれやばいんだで、一応その販売を今販売動画販売いつなのか今聞いてるんだけど、はい、まだ今聞いてない、まだ帰ってきてなくて、ね、とりあえず8月であることは確か編集でちょっとここに入れてます。出しといて、出しといて、うん、そうね、まあおすすめ、かなりおすすめ。そうですね、うん、誰が見てもいいことしかない。そうだね、まあどれぐらいおすすめかって言ったら、あんまり例えが例えが例えられないぐらいおすすめなの。あ、そうですね、例えられないぐらい、うん、じゃあそこらのものじゃ例えられない、愛みたいな感じか。じゃああ、確かに、そうだね、ここにするのいいっすよ、うん、愛だ、愛みたいな感じか。愛がも結構楽しいけど、あれも結構おすすめ。まあそのなんだろうな、またこれを見てね、みんな感想をくれたらね、またその盛り上がるから、うん、はい、ぜひその買ってほしい。でまあ最初は多分ね、またセールとかやるみたいだから、はい、ああ、はい、毎回ねありますね、うんうん、またねちょっとそういうのも楽しみにして、でもうちょっとその宣伝でね、こういう感じですっていうね、特典動画みたいなのをね、もう少しこっちのディーパークラブでね、まあ次の日とかじゃないけどちょっと販売までに分けて出そうと思うんでね、はい、そちらの方もぜひ楽しみにして、それで興味引かれたら、うん、まあちょっと買っていってもいいかなみたいな、コーチみたいな、お願いします。はい、やっぱなんかあれっすもんね、柔道だったらなんか崩し作りかけ構えみたいな概念が結構ちゃんとなんか五分五分で分かりやすいからみんな持ってるけど、うん、柔術そこない人に結構いますよ、いるよ、知らない、そもそも概念がないみたいな、うん、パスを打つものだと思ってる、うん、トップは、うん、頑張ってパスを打ちまくるもんだと思ってないですか？せっかくまとまったのにまた乱してしまってすみません。はい、ぜひ買ってください。そうだ、はい、お願いします。僕の生活がかかってます。くちゃんのご飯代にも、くちゃんのご飯代くちゃんもうおむつ履けるか履けないか、おむつ履けるか履けないか問題だよ、くちゃん、はいはい
これはね、皆さんの教則で買ってるんですよ。買ってくれたらこれがついて、買ってくれなかったらこれなくなります。垂れ流しになっちゃう。剥ぎ取られます。こちらは今、裸で寝てます。どうかよろしくお願いします。ではまた。サブチャンネル始めました。 SNS のフォローとチャンネル登録もよろしくね。今日も最後まで見てくれてありがとう。バイビー。